おそばんはカエです。現在の時刻夜の12時ちょっと過ぎ。この間ジャムヤーの動画を上げた時に皆さんがヤンロールおすすめしてくれて、でヤンロール食べたことがなかったので食べてきました。めちゃめちゃ美味しくて、しかもなんか思ったより食べやすいかったのですっごくおすすめです。ということでよかったら見てください。どうぞ。やばい、遅刻遅刻。今回はミンチェンシール7番出口からスタート。今日食べるヤンロールってジャムヤと同じくらい台湾の冬の定番の鍋料理。今回はこちらのお店、有名なヤンロールのお店。ちなみに向かい側に2号店もあるみたい。1階2階と分かれていて、外も中も地元の方でほぼ満席の人気店。さすが冬だけあって人がめちゃめちゃたくさん。厨房も取らせてもらったんだけど、お店の方がとってもユニーク。みんな料理の準備ですっごい忙しそう。メニューはこちら。鍋料理以外にヤギ肉を使った料理がたくさん。てなわけで乾杯。仕事終わりのビールは格別にうまい。とここで鍋到着。見てこの迫力とうまそうな感じ。あとは鍋の中身、肉団子とか台湾春菊、薄切り肉も注文。できるまでのおつまみ空心菜として大好きな麺線。今回はソンヨっていうネギ油の味で程よい味付けでうまい。からの真緑空心菜、台湾といったらやっぱりこれとビールだよね。というわけであっという間に鍋完成。スープからいただきましょう。スープの味は濃すぎなくて漢方がたくさん入ってて体が温まりそうな味。まずはお肉以外の具材から。寒い日ってなんでこんなに鍋食べたくなるんだろう。そしてこのタレも甘味噌風味でめちゃめちゃにうまいの。ちょっと食べて追加の材料もどんどん入れていく。煮込んでる間にこのどでかニンニクもいただいていく。タレが少なくなってきたらお店の端っこにあるタレコーナーで追加。辛さも自分で調節可能。見てこの瓶の本数。飲みモチベを上げたところで2本目はこちらスバーティエンを飲んでいく。お待ちかね、つみれとメインのお肉。お肉がこんなにゴロゴロたくさん入ってるの。はじめましてのお肉さん、見てこのビジュアル。はじめましてのお肉にドキドキしながらでかい口で食べていく。とこれめちゃめちゃにうまい。
ぎましては薄切り肉。これはこんな感じでしゃぶしゃぶして食べるみたい。薄切り肉の方が少し癖を感じたかも。でもうまい。そしていっちゃん好きな骨付き肉。お肉は食べた感じ鶏もも肉みたいで歯ごたえがあって満足度100点。からのサーチャーヤンローと白米も追加。サーチャージャンって説明がすんごい難しいんだけど、台湾だと火鍋のタレとか炒め物とか本当にいろんなところに使われてるすっごい人気のタレ。これはご飯も進む。炭水化物のオンパレード。ビールグビーっとからの最後の最後までパクパク食べていく。そして最後はスープを飲んで、これ買ったデザート。じゃあね、バイバーイ。